久しぶりに俺と会うと照れるっしょ。照れるね。何デレデレしてんだよ朝から。緊張もあるからちょっと。あ、それなんだね、うん、大丈夫よ。泉ヶ岳、あれ泉ヶ岳登ったことあるっけ。ある。あれだったらあるっけ。慎太郎くんと一回。いいじゃん、好きなんだよ最近その色。いいよ、トレランっぽいね。どこの？これ、うん、これ普通に古着。あ、古着多いね。古着屋で買った。これ服買うの？走るの？いや、これで走ろうかなと思って。あ、いいね。いいよね。うん、いいんだよね。全然大丈夫、なんでもいいよ。これ走るのかっこいいなと思って。まあ、ちょっと面は熱いね。熱いよね。面は熱い。かっこいいけど。どれ、どういう感じで走るの？上、うん、ちょっと河川のノースリーブ。青で、一枚雨具を持って横向いて、横向いて。こてっちゃんってさ、毛量さすごいよね。あらゆるガッツーゾじゃん、ガッツーゾ。言われたことない。ガッツーゾじゃん。もう寝癖が。うっすー。よろしくお願いします。ちょっとなんかウィダーとか欲しかったけどなかったから、どっか近くのコンビニ行くんじゃないですか。うん、今日ジュレとか持ってきた。いや、言われなかった。てっちゃんにジュレのパワーを味わってほしかった。あれがね、去年ね、ジュレ飲みながらしたね。この3人初だな、この3人でコンビニ。右方向です。続いて五つ橋を右方向です。右側2車線を使用します。全部走るわけじゃないから。うん、全部走るわけ。一回普通に俺らにペース行ってみる？でも全然もう途中走れなかったよね。走る。今日は多分そこまで暑くないよね。去年マジで暑かったからね。去年は。あの動画の。そうそう。とんでもねえ炎天下って。去年よりは走りやすいんじゃないかなと思った。あれ夏でしょ。あれは夏だった。夏だね。ゆうちゃんもね、今年大会出る気でもやるの初めて。え、目標持ったらいいか。本当にないとさ、続かないじゃん、なんでも。うん、100キロマラソンを出てみたいんだよね。あんだよ、1個東北に。あ、東北にあんの。うん、今の力じゃ走れないけど。なんかもうアスリートみたいになってないか、生活ぶりが。アスリート、そのうちロナウドみたいに1日10回ぐらい寝るかもしれない。仕事しない。仕事ちょっと恥ずかしい。マジガッツーゾじゃない。髪も初めて見ました。ガッツーゾ。3時間ちょっとだよ。3時間ちょっと。これどうしてんだろうみんな。ポテッちゃん似合うかなと思って。虫やばいな。あ、似合う似合う似合う。あ、意外と似合う。スーパーちょっと上げてみて。ちょっとガッツーゾの。俺もね、そう、ちっちゃいんだよね。あ、でも似合う似合う。ちっちゃいかな。あの、ちっちゃい方がいいんだよ、トレランは。あのね。あの。サップ。サップにしなり。わかる、サップ西成。あ、なんか喧嘩の人。喧嘩の人。サップ西成の人です。ガッツーゾから、うん、サップこてつ。後ろかぶりにしてみて、後ろかぶり。本当に。あー、でもこてっちゃん似合うわ。うん、あ、似合う似合う。虫やばいな。ガッツーゾ、どう？なんかカラーもイタリアっぽくていいじゃん。ガッツーゾ、こっちにちょっと削りに来て。いいね。いや、ほんと何なんてか、なんか俺さ、入ってきてる気するんだけど。はい、ちょうど7時になりました。約13キロの工程をね、
登っていきたいと思います。こうはね去年一緒に登ったんだけど、こてちゃんはね、こてちゃんはガッツーぞ今日トレラン始めたんでね、はしゃいでます。ここいいね、全然ちゃうわ登山と。気をつけていきたいと思います。なんかサッカーの感じ。気持ちいいね。気持ちよくなってきた。まだまだ。いいね彼。期待の新人だね。でもやっぱさ幅広いよね。はい、日本人に合う。走りやすいと思うんですよ。それはラストは別に日本仕様とかじゃない。日本仕様じゃない。あと前か。膝？足？もう全体？ちょっとゆっくり行こう。一回ストレッチして。ああ、ゆっくり行こう。登山口入りました。立ち止まるとね、すごいね虫が。やばい。はい、あ、大倉山か。大倉山行ってちょっと戻んのか、分岐部に。そうだね、置いて、あそこの三つ又まで行ったら右ね。オッケー、でこう行って北泉方行って この辺でこうだね、多分こうだ。うん、縄文の森。はい、スタート。はい、行きます。行きます。よっしゃ、こっからっすよ。登山道入るとね、いきなり急登なんでね、ここはもう素直に歩きましょう。塩雨あるから欲しい時言ってね。私は対策済み。対策済みです。去年のあれです。反省を生かして。結局これは取り戻せなかった。成長してる、成長してる。大丈夫か。口に入ってきた、また。耳に入った今。いや本当ちょっとこの虫の量過去一だな。耳はやばい、ここは俺は取れん。ラン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 、動画撮ってるだけでもラン。いいよいいよ。完全に走ってます、すいません俺ら。あ、まあもうちょっとだ。これじゃここまで来たらもうゴールよ。ああ最後ラン、最後ラン、苦しい時こそラン、最後ランしよう。ふう、気持ちいい。いや去年より楽に感じるわ。ういきつい。いや結構刺されてるよ。そう、うん、もう一個北泉ヶ岳あるけど、ここが一番きついよね。あとはあと多分ねゆっくりなら走れると思う。いやでも人の道の跡あるわここ。
いやー、こてっちゃんのおかげでいいこと知れたわ。これさ、あの人いなかったら俺ら多分一生知らない、一生気づかなかったね。ララ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 ラ膝は膝にやった。太もも巻くの初めて見たわけ。 ラグビー選手ぐらいじゃん。そう巻く。そうなの。まだまだもうちょいだと思うけど。急に来んのよ、北泉ヶ岳って。はいはいはい、うん、ここ登ったら終わりだ。逆回りしてる、ね、すれ違ってるね。あれすれ違ったっけ。すれ違ってるの。なんか男と人と女の人どっかで車乗ってたの。ガッツード負傷してます。ガッツード全身全身負傷してます。膝やられ、膝じゃない、膝だけじゃない、もう今どこ股関節。ちょっとやめな、普段の運動不足が。走る、普段から最後だけ走り出す。えい、よいしょ、はい、一気にね下山していきたいと思います。いや去年に比べたらね、温度も暑すぎずそこまできつくなかったっすね。9月のねこれらの大会にはちょっとね頑張って制限時間内で走ってみたいと思います。本当だこれ、さすがにクマじゃない。あつはいしょ、はい、大丈夫大丈夫。2人でこ、はい、家までダッシュ、なんか家までダッシュ。なんかごめん。全然全然楽しかったよね。はい、ございます。どうぞ、久しぶりの1年ぶりじゃない。そうだね、うまい。蕎麦、蕎麦入ったお好み焼き全員作れるんですよ、各家庭大体。あ、そうなの。これ結構難しそうじゃないですか。男として基本、基本的主義、一番ダウンとしては、うん、まずお好み焼き、焼き餅焼き、胃袋が多くなる。全然うまいわ。うまそう。顔が山崎一緒に登ってたよ。そういうことなんだ。
ストーブ極めれば、うん、アルコール量とかも本当マジ上の人はさドンピシャで持ってくからさ、まあ、余計な量持ってない、まあちょっと足しで持ってくと思うけど、うん、すごい軽くいけるんだよ、うん、あっち、ナイス、結構いい感じよ、ちょいこいこ、あ、でもうまいうまい、いいよね、うまい、10点10何点、10がもう今まで出会った一番のゼロ、お、お、結構厳しいんだけど、はい、暑くね、鳥海山ね、2年ぶりっすけど近隣の山で一番好きっすかね、やっぱで分かんなくなっちゃった、でもこれだと思う、最高っしょ、前回こてっちゃんに5点って言われたんで、まあ、今日もちょっと練習しておきますよ、コーヒー10点の男になるために。